ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、デラキラスチャンネルのデラキラスでございます。はい、今回もね、ちょっとウルバトをやっていきたいと思うんですけれども、私ことながら、多分今日公開してるのが3月5日だと思うんだけれども、私ことながら3月6日明日ですね、誕生日なんですよで、ちょっと自分へのね、誕生日プレゼントをね、買おうかなと思って、はい、ウルバト開いてます。マーケット未購入あり。もう皆さん何買うか大体察してるでしょ。もう散々あいつが欲しい、あいつが欲しい、あいつが欲しいと言い続けてましたんで、まあ誰買ったかもう察しがついてると思うんですけれども、ででー、悪質呪人メフィロス星人でございます。999ストーンで落としました。欲しかったんだー、惜しかったんだー、見事な落札ポイント。ありがとうございます。いやー嬉しい、いやー嬉しい。メヒロス星人本当にね、いや本当にメヒロス星人欲しかったの、すごい欲しかったの。いや欲しい欲しいと思ってて、ふとねマーケットを見たら安かったやん。これで昼に落としました。で11時ぐらいに見たら900ストーンぐらいで、え安っと思って、これ落とせんじゃね。ちょ、限定マーケット見ていただければわかるんだけど、やっぱこの中だったらね、高騰していくのは、ジェットンキング城。ジェットンキング城もちろん好きだけど、まあ、僕アマノジャックなとこなので、超人気怪獣はあんまりそそられない。ミクラスとかはいい怪獣だからあんまそそられない。まあ、そうなってくると僕が欲しくなるのベロクロとメヒラス星人なんだけど、ベロクロママ結構、安くね安くない、ちょっと待ってよ、ベロクロいいなぁ。うん、まあそれはいいとして、はい、まあそうなってくるんですよ。でキングジョーとかメそのほらもう1015でしょ。もうこれもう多分もっと落札時間が迫ってきたらもう2000とかいっちゃうから。でメヒロス星人とかベロクロン、僕が欲しがる怪獣は安く手に入れるんで、まあね、すごいいいですねそんな感じで、すごくね安かったので入札することが、落札することができました。いやー嬉しいね。でまあ僕石がないので、言うてもね900ストーンでもいや石ねーよーとか思ったんだけど、ちょうど月替わりでマンスリーゲストが更新されてて、そこでね集めました必死こいてクエストをやりまくって買えますということで購入していきましょう。はーい。お、ブリーダークエン1枚。あー、メフィロス星人だー。ありがとうございます。メフィロス星人さん、ありがとうございます。僕の誕生日プレゼントです、これは。お買い上げありがとうございます。どうもジェットン星人さん、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、メフィロス星人ゲットできて嬉しい。いやー欲しかったんだ、ほんと欲しかった、もうぐっそ欲しかったんですよ。あ、ミッション更新、おー、バンド DLA、 ほんと欲しかった。ちょっと見ようぜ所持キャラクター、メフィロス星人、メフィロス星人、うわくそ嬉しい。でさ、でもちろんね、見た目もいいんだけど、能力も結構すごくて、まずグリップビームを放つと、回復スキル封じる。だから、兄弟の絆でも絶対活躍してくれるはずだし、2ターン前、次のフェーズ終了時まで相手全体の防御力、速が中ダウンするということで、もうくっそ強いじゃん。めっちゃ強いじゃん。これ育てたら絶対強いじゃん。能力としてもすごく使い勝手がいいという。ね。最高ですね。最高ですね。図鑑も見ようぜ。普段さ、あんまさ、動画でも図鑑開くことないよね。かっけー、ちょっと、あ、おけつで止めちゃった。ちょっと声聞こうぜ。
もしね、僕がサトルくんの立場だったら、僕はメフィラス星人に、はい、地球あげますって多分言っちゃうと思う。グリップビーム。バーッ、かっこいい、かっこいいねえ。まあ、メフィラス星人はね、すごく知能も高いし、作戦通り行かないと切れちゃうっていうね、性格なんだけど、知能も高いし、ウルトラマンとも互角に戦える力もあるし、クソ強い。スングヒョウとでも戦うか。サポートは、今回なしで行きましょう。で、メフィラス星人。で、ごめんなさい。前回あの、ヤプールを育てるって言ったんだけど、メフィラス星人買っちゃったんで、ちょっとヤプールのね、育てがね、大阪になっちゃうかもしれないですけど、そこはぜひともね、ご了承いただきたい。あー、メフィラス星人好きなんだよ。でも、じゃメフィラス星人死んでほしくないから、あんま前に出さないよ。パンの後ろに隠し。はい、こんな感じで行きましょう。いやー、嬉しいなー。うん、やっぱメフィラス星人は後ろでね、じっと潜めて、いざとなったらパッと出てくるよね。そういう感じでいいんですよ、メフィラス星人。うん、それまではね、おお、すごいすごいすごい。いいねー。じゃあちょっとメフィラス星人の攻撃見てみるかい。おお、かっこいい。ベアハンド光線。はい、そしてパンドで倒すと。そしてパンドで倒す。さあ、メフィラス星人は、あの、必殺技を溜まっておくれよー。うん、君たちもかっこいいね。いいね。僕の最強パーティーが、こうね、構築されてるからあるよ。うん。やっぱさ、自分のお気に入りの体重だけでパーティーを固めるって相当ね、やっぱ楽しいよね。あ、君たちかっこいいな。君たちかっこいいけど、メフィラス星人の、かっこいいな。なんですか。あー、いいね。さあ、メフィラス星人の必殺技が溜まるまで様子見ましょう。さあ、それでは必殺技が溜まったということで、撃っていきましょう。グリップビーン、かっこいい、かっこいい。そしてパンドンでとどめを刺すと。はい。で、パンドンの火炎チュークが、あの、防御力ダウンさせるんですよ。で、メフィラス星人でグリップビームで、回復無尽ですよ。もうめちゃめちゃ強ない。もうめちゃめちゃ強ないっすね。ねえ、いいよね。ということで、もう、これからね、ちょっと育てていきたいなと思います。これから毎日 DNA クエストメフィラス星人を周回しようと思っておりますので、ぜひ皆さん、メフィラス星人がまたね、育ったらね、いろいろ言いたいと思います。あ、そう。で、ヤプルさん、ヤプルさん、ちょっとごめんなさいね。あー、ごめんなさい。ちょっとメフィラス星人優勢させてください。はい。でもね、あの、メフィラス星人じゃないや。あー、ごめん。あー、違う。ヤプル人、ヤプル人です。ヤプル人も、お世話になったんですよ。はい。うん、育ててます、ちゃんと。で、ディメンションビームもレベル10にしたし、固有スキルもそれを上げてるし、結構育ててます。はい、ちゃんと。いやー、お気に入りにしていきましょう。いいね。あー、かっこいい。今日のエンディングには、アートナムヒラス星人の動画を貼ってきますね。ということで、今回はね、こんな感じの、もう超自己満動画でしたって言おうと思ったけど、そうだ、お知らせがね、来てたわ。お知らせ来てた。お知らせちょっと見よう。これだけじゃ本当にただの自己満だよ。ね、ちょっともうちょっとね、なんかいろいろ言いましょう。まず、そう、グルジオボーンが限定マーケットに来るってことで、グルジオサバもちょっと欲しいよね。ただこのグルジオサバを、つぶちゃんと考えてしまうと、なんだろう、複雑な気持ちになるけど。グルジオサバ、これ売られるみたいですね。で、他には、ピッコロ。ピッコロが来るみたいで、ピッコロが来るってさ、このチョイスね。ウルバトの運営さん、ここでピッコロを持ってくるっていう、このチョイスね。素晴らしいと思います。これですね、ウルトラ怪獣オタクがやるゲームだなと思います。ピッコロがここまで押し出されてるゲームってなかなかないですからね。うん、いいよね。かわいいな。イベントクエストに強化パルタン星人が来るということで、強化パルタン星人を
っぱいね倒しましょうという。そしてこちらはね20日からになるんですけれども、ついにアリーナがプレオープンということで、まだ完全なオープンじゃないらしいんだけれども、プレオープンということで、いろんなね、ブリーダーさん、ブリーダーチェーンか、グレイユニクスだよね。うん、グレイユニクスバトルだよね。が、開幕するそうです。なのでね、視聴者さんの怪獣たちと戦ってみたみたいなね、そういう動画もね、なんかできたら面白いなとか思うんだけど、ぜひね、僕の怪獣たちとも戦ってみてください。まあ僕頑張ります、僕は頑張ります、立ち残ります、はい、頑張ります。でここのさ並びがさ、暗黒四天王と大怪獣バトルのレイニクス怪獣っていうのがね稽古場だよね、レイのゴモラ、エレキング、ミクラスと、あとグランデのタイナントっていうね、リトラが参戦してたらここ絶対リトラだったんだろうな。でもいつかリトラもうウルバトに来てほしいな。まあそんな感じでね。てか暗黒四天王チームこれ全員技だから不利なんじゃないの。今回はここまででございます。明日また免停が終わり次第動画作りたいと思いますので、ぜひ皆さんそちらも楽しみにしててくださいね。ということで以上、デレキャラスチャンネルのデレキャラスでございました。ではまた。